Hey guys, and welcome back to Iron Flash Blast here. Welcome back to One Piece Fire Warriors. This is Walking Perch 16, Ward of the Beast, Marine 4. Ikuza! そして放置すれば
必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。インペルダウンに捕らえられていたクロコダイルとジンベイを新たに味方に加えたルフィたちは、所長マゼランの追撃を振り切って大監獄インペルダウンからの脱出に成功する。一方、エース公開処刑の準備を進める海軍本部マリンフォードでは、3人の海軍大将を筆頭に今考えうる最強の戦力が結集していた。エースは白ひげ海賊団の2番隊隊長であり、白ひげエドワード・ニューゲートは今海賊王に最も近いと言われる大海賊である。家族よりも深い絆で結ばれた白ひげ海賊団がエース奪還に動くことは明らかである。そうなれば海軍と海賊たちの衝突は避けられない。高くそびえる処刑台の上で運命の時を待つエース、そして海軍本部元帥戦国がこれから始まるであろう戦争の意義を語り始めた。まさか湾内海底に影が。
している。この男もまた未来の有害因子、幼い頃エースと共に育った兄弟である。その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。ゴムゴムの隠しに見えないな。すでにそんなレッテルのこともしてもらうもの。それやめるか。わらわの意識から見つけ出しましょう。
前の道がなくなっていく。作戦はほぼ順調。これより速やかにオートマス DS の処刑を執行する。エース、you
たんだぞ。相手してやらないのはヤマだな。アイスパー新ドクター。アイスパー。アイスクルピック。間違いなルーキーと思えばこれは何とも。この仕事はじいさん譲りってわけか。じいちゃんは関係ねえ。これは俺でお前を倒してエースを助ける。あらら、本気で勝つとはね。あい、そりゃまた面倒だ。仕方ねえな。じゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。
guys, thanks for joining. Sound Flight Boss signing off. I'll catch you guys in the next episode and the finale. See you guys next time.